皆さんこんにちは、青井大地です。しばらくちょっと楽曲制作を、してはいるんですけど、音階練習をね、皆さんにお届けしたいなと思いまして、前回に引き続き今日は Em Am と言いますけども、シャープが1個ついている、マイナースケールをお届けしたいと思います。こんな感じの曲ですね。こんな感じですね。ちょっとゆっくりやってみますね。ミファソラシド。ここが難しいね。シラソファ。こんな感じになりますね。じゃあ正しい指でやっていきましょう。まず最初の1オクターブ、指で取ります。ミファソラ、ミファソ、ソは開放で、ナは1の指、シドレ、わかりました。ミファソラシドレミ、ミファソラシドレミ、ドシャープとレシャープが違う弦で弾きます。そう、ここが難しいですね。これでもいいです。よいしょ、もう一回いきましょうか。ミファソラシドレミ、またはこんな感じですね。続いて高い方のオクターブが、こっちから、D線から取ったとします。ミファソラシド、ミファソラシド、続きで、取るので、ミの指が、中指の2の指になります。ミファ4の指、ソが1、ラが2、ドシャープ、レシャープ。さあ、でゲーセンで取った時ね、やっていいような気がするんだけど、こうなりますね。ミファソラシド、これも深い音で弾きたい時とかおすすめだけど、ちょっと難しいかもしれないですね。戻りましょうか。じゃあ加工いきます。ミレドが4、ミ1、レとドがナチュラルに戻ります。ここめっちゃ難しいですね。まず加工の最初のオクターブいきましょうか。4、2、1で、さっきと同じ4、2、1、3、1、4、2、1、4、2、1、3、1。わかりました。行きと帰りで全然指が違うんですよね。これはマスターするのに少し時間がかかりそうです。頑張りましょう。
後半の低い方の1オクターブはミレドシラソ、ファシャープだけ4の指で、あとはこんな感じで波長調との指順と全然変わらないですね。このミレドシラソファシャープ、フィスの音がこうやって3と4でね広げてやってください。結構難しいですね、このウェルナーバージョンだとね。で、まあ、ちょっと自分の指でアレンジしていただいても全然構わないと思うんで、僕なんかは自然に3、1で取っちゃいますね。その後の1、教本だと3と4って書いてあるんですけど、結構難しいです、3と4。1と2でな、まあ、両方ともできた方がいいですね。まあ、こういうフレーズが出てきた時にね、3と4の方が絶対いいですし、あ難しいじゃあちょっと通して弾いてみたいと思います。割と取りやすいですね。ソシ14、ソシミ、これ癖付けしておけば、まあ、ポジション的にはサードポジションになりますけど、レソレソレソって1の指が取っといて、ソシミこんな感じです。いかがだったでしょうか。 E マイナースケールもなかなかつわものでございましたけども、まあ、大変よく使うスケールなので、よくよく見といてください。ありがとうございました。